震えるぞハート燃え尽きるほどヒート刻むぞモニターのビートモニターから去って50代以上モニター専門家モニケンです。本日レビューするのはこちら、モニケンチャンネルでは初めてレビューする AOC っていうメーカーのゲーミングモニター AG271FZ2。 なんと 240Hz のガチゲーマー向けのモニターです。僕はこいつをAmazon セールでめちゃんこ安く入手できちゃったんですよね。ちょっと忙しくて寝かせてたんですが、とうとうレビューする日が来たというわけですな。待ってたぜこの時をよ。ただね、初レビューといえどモニケンは言いたいことを言いたいようにレビューさせていただきます。ストレイツを容赦せん。というわけで早速スペック紹介からいってみましょう。モニターサイズは27インチ。正直ね、これは好みが分かれるかなって思います。個人的に高リフレッシュレートのゲーミングモニターは24インチ前後がベストだと思ってるんですよ。ただ27インチが欲しいっていう人も世の中にはね結構いるんですよ。そういった人にとってはこのモニター十分に選択肢に入るコスパの高いモニターです。なぜコスパが高いと言えるのかというと、それはもちろんお値段。普段は実売価格が 39,800 円なんですが、僕が買ったね、Amazon セールではなんと 29,800 円で購入できました。240Hz で27インチのゲーミングモニターが3万円以下？圧倒的安すぎ。で、リフレッシュレートは 240Hz。最高クラスですね。これ以上ってなると、かなり数が少ないし、正直ね、目で見て違いを実感できるかっていうと微妙なところ。なので、240Hz、240fps は、もうゲーミング環境だけで言えばプレデター、要は、最強なんです。ただ、ゲームをやる人が全員 240Hz が必要なのかっていうと、そんなことはないんです。FPS とか TPS、要は、フォートナイトや APEX、オーバーウォッチや COD やバロラント、そういったゲームをガチでやる人にとっては 240Hz はもうね夢の環境。そして応答速度は1ms。 応答速度っていうのは画面の色が変わる時の速度のこと。これが遅いと動きの速い敵とかがブレて見えたりするんですが、そういった残像感っていうんですけど、それを感じることはないですね。解像度はフル HD。 まあね、240Hz のモニターにWQHD とか 4K とかはね、完全に不要なので、これで全然問題なし。そして、液晶パネルは TN パネル。いやね、TN パネルは、応答速度が速くなるっていうメリットと、パネル自体のコストが安いので、モニターの価格が安くなるっていうメリットがあるんですが、色再現性が低くてね、色味が白っぽく見えたり、あと、モニターを正面じゃなくて、ちょっと角度をつけて斜めとかから見た時に色味がね変わりやすいっていうデメリットがあります。せっかくの27インチで、しかもねこのモニターゲーミング以外の性能も高いんですよ。でも TN パネルなのがマジでもったいない。まあね、ゲーム用と割り切るなら全然問題ないです。さて、それでは開封いってみましょうか。さてさてさて、では中身の紹介していきましょう。結構ねごちゃごちゃしてる、いろんなもの入ってそうです。まずは電源ケーブル。一般的な電源ケーブルですね。ただ、こいつはね、こんな感じで、バカデカ AC アダプター。見てください。僕の手よりでかいかもしれない。このバカデカ AC アダプターがあるので、電源は外付け型です。ちょっと、これ、AC アダプターでかすぎですね。モバイルバッテリーみたいなサイズあるけど、まあ、それだけね、27インチ 240Hz には電力を食うってことですね。そして、ディスプレイポートケーブル。さらに、HDMI ケーブル。で、D サブ15ピンですね。D サブ15ピンケーブル。今時これ入ってるの珍しいですね。さらに、DVI ケーブル。もう何でも入ったんですね、これ。すごいな。全部のケーブルコンプリート。こんだけ入ってるモニターはなかなかないですね。そして、USB ケーブル。これはモニターと PC を USB 端子接続して、モニターを USB ハブとしても使えるっていう機能のためのケーブルですね。これ結構便利。そして、スイッチですね。モニターにつないで、これでメニュー操作ができるっていう。結構ね、これがあると面倒なメニュー操作もやる気になるので、これはね、意外にも便利。で、まあ、ごちゃごちゃセットですね。簡易マニュアルや、マニュアル用ディスク。あと、音声入力用の端子まで入ってます。すごいな、これ。なんでも入ってる。
これはあれですね、モニターアームを使うときに背面に取り付けてモニターアームを設置できるようにするっていうためのパーツですね。モニターアーム使わないなら特に付ける必要はないです。はい、そして台座ですね。シルバーで重厚感のあるメタリックの台座ですね。裏にはちゃんとね、滑り止めが付いてます。ネジも手で回せるタイプですね。そしてモニターのスタンド、重い、結構な重厚感です。これここにあれですね、あのケーブルを通すような穴も開いてます。で、高さをね、これ調節、今どの高さにあるかっていうのを分かる目盛りもあります。角度もね、しっかり書いてあるので、普段使ってる高さや角度から変わってしまっても、このね、目盛りを覚えておけばすぐに直せるっていう寸法ですね。そして最後はモニター本体、めちゃめちゃ重い。本体もね、かなり重量感がありますね。ちょっとベゼルが太い気がするな。まあ、このあたりに関しても後ほど語っていきましょう。では早速組み立てていきますか。で、組み立てですが、まずスタンドをモニターにつけていきます。で、スタンドはネジ止めなので、このね、スタンドにくっついてるネジを使ってしっかり締めてあげます。置いてあげて、ネジはドライバーで止めるので、組み立てるときはドライバーを1本用意しておいてください。で、しっかり止めてあげたら、次は底面に台座を取り付けてあげれば完成。このね、フックのところにこっちの穴を引っ掛けてあげる感じですね。で、最後はこのネジをしっかり回してあげれば完成。こっちは手でもしっかり締められます。これで組み立ては完了。というわけで組み立てたのがこちら。まあ、パッと見のデザインがね、すでにちょっと気づくと思うんですけど、ベゼルがね、太めです。まあ、ゲーミングモニターにはありがちな太さですね。TN パネルっていうことで、やっぱりゲーム特化なので、あまりベゼルレスとかそういったところが気にしてないっぽいですね。そして、横幅は 62.3cm。高さは可変で、一番上まで上げると 56cm。一番下まで下げると 43.1cm。そして、ベゼルは約 1.1cm ですね。結構太い。背面はこんな感じ。このね、赤い V の部分。ここはもう実際にね、ここと比べて出っ張ってます。ここにね、物を乗せられちゃうくらいには出っ張ってます。結構特殊な形なんですが、まあ、ここが USB ハブとして機能を持ちます。あとはまあ単純に底面の入力端子としても機能してますね。必要な出っ張り。まあ、他は特筆するとこはそんなないですかね。持ち手があるのと、あとケーブルを通すような穴、結構大きいのが開いてるっていうくらいですね。そして、このね、謎の出っ張り。これは、ヘッドホンかけですね。ここにヘッドホンをかけることができる。まあ、デュアルモニターとかにしてると、あんまり使う機会はないかもしれませんが、まあ、これはこれで便利。あんまり重いのはかけない方がいいかもしれないですけどね。あと、台座はね、この銀の V 字型ですね。ちょうどね、スタンドがこう同じ形をしているので、角度がずれてるかどうかが非常にわかりやすいですね。で、これペタッとね、地面にくっついて余計な隙間がないので、個人的には結構好み。で、モニターの右側面。さっきのね、ヘッドホンかけがある方ですね。そこには USB ハブがついてます。一番上はマイク入力端子ですね。モニターのマイク入力端子って、まあ、ついてないんですけど、使う機会あるかどうかと言われると、僕はまあ使わないですね。で、イヤホンジャック。そして、USB のダウンストリーム。USB 3.0 ですね。で、しかもこれ高速充電ができます。で、普通の USB 3.0。続いて、入力端子。左から順番に、DVI、HDMI 1.4、HDMI 2.0、DisplayPort 1.2、DSub、LINE 入力、で、マイク出力、モニターのスイッチ用ポートですね。モニターのスイッチ用ポートっていうのは、開封の時に見せた、これですね、これ。このスイッチを接続するための端子ですね。付属品のケーブルが山盛りなので、このね、多種多様な入力端子、全部使うことができるのは地味にメリット。ただ、240Hz を出すためには、HDMI 2.0 か、もしくは DisplayPort 1.2 の接続が必要なので、まあ、PC との接続は実質2択ですね。で、正面から見た色味はこんな感じ。TN パネルにしてはそんなに悪くないんですけど、まあ、若干やっぱり白っぽさはあるかなって感じ。ただ、別にね、作業用としても使えないことは全然ないですね。そして、やっぱり TN パネルなので、視野角はね、狭いです。これぐらい角度つけただけで、結構ね、色味が変わってきます。全体的にね、白っぽさが目立ちますね、やっぱり。まあでも TN パネルはそういうものなので、基本ね、正面から見る以外の使い方は、想定してないっていうか、まあサポートしてないっていう感じですね。まあでも、ゲーム専用って考えるなら、全然問題はないかなっていうところですね。こんな風に正面から見れば、全然綺麗な色味です。そして、モニターのスタンド性能ですが、先ほど紹介した通り、高さ調整機能はあります。さらに、前後の角度調整。一番上まで傾けると 21.5 度でこんな感じ。一番下まで傾けるとマイナス 3.5 度で、まあ、ちょっとしか傾かないですね。下向きには。で、首振りは左右20度ですね。で、
さらに回転もできますが、視野角がね狭いのもあって、まあ、正直この回転機能を使うことはあんまりないかなって感じ。ベゼルも太いですしね。ただモニターアームが不要なぐらい立派なスタンド機能を備えております。このモニターにはスピーカーも搭載されています。音質はこんな感じ。まあモニター搭載のスピーカーとしてはまあまあって感じですね。音楽を聴くにはちょっと音質が悪いかなっていう気がしますが、普通にねモニケンの YouTube をちょっと見るっていうぐらいなら全然使えると思います。ただやっぱりねゲームをやるだとか歌を聴くとか、もうそういったレベルになってくるとイヤホンやスピーカーなんかを接続した方が圧倒的に音質が良くなるので、スピーカーにはねあまり期待しないでおいた方が無難です。そして最後はメニュー機能について。メニュー機能はモニター底面のボタンでも操作できるんですが、このね AOC のモニターにはクイックスイッチがあるので、これを使えばいちいちモニター底面のスイッチをいじる必要はありません。これだけでね全てが完結します。素晴らしい。ちなみにスイッチの各ボタンは OSD を呼び出すメニューボタン、そして左右の操作ボタンで OK と戻る、123のボタンはゲームモードの3つのプリセットが設定されています。で肝心のメニューの中身なんですが、まず輝度の項目はコントラスト、明るさ、画面のプリセット設定、ガンマ、DCR は画面の輝度を自動で調整する機能ですね。で色設定はまあ色温度とかの設定で、部分ハイライト、これがねちょっと特殊なんですけど、カラーエンハンスっていうのはオンにすることで明るさとかコントラストを画面の一部だけ変化させることができます。まあ、結構ね FPS ゲームとかで使うのは難しいと思いますね。 OSD 設定は今表示してるこのモニターのメニューの設定ですね。で一番重要なのがこのゲーム設定で、まずゲームモードっていうのは、まあ、画面のプリセットですね。今これで変えただけでもわかると思うんですけど、画面のね色味とかが変化します。でシャドウコントロールっていうのは、これを上げれば上げるほど暗いところが明るくなるっていう機能なんですけど、全体がね明るくなるんですね。こんな感じで、まあ、通常がこれ50に設定されてるんですけど、まあ、50よりはちょっと上げたくらいの方が暗いところが見やすかったりしますね。ただそうするとね全体的に白くて白飛びしちゃうところが出てきちゃうんで、まあこれをねうまく使いこなす必要があるっていう感じですね。 DVD とかバイオハザードとかそういったね暗いところが多いゲームではちょっと上げてあげることでゲームを有利に進めることができます。で、あと、表示遅延読み込みって機能なんですけど、これね、マニュアルとか見るとややこしいんですけど、オンにすることでフレームバッファーを減らして、要はね、入力遅延を少なくすることができます。ゲームするならオンでいいですね。で、ゲームカラーっていうのはデフォルトは10なんですけど、上げれば上げるほど、こんな感じでビビットが効いた色になります。まあ本来の色味とは結構変わっちゃうんですけど、こういった色味の方が敵が見やすいっていうこともあるので、ゲームによってはね、これを調整してあげてベストな色覚にしてあげるのがいいと思います。要はねゲーム内でこう暗違いを見やすくするために色覚を調整するっていう感じで、ローブルーライトはブルーライトカットですね。オフ、マルチメディア、インターネット、オフィス、読書って感じでシーンに合わせてブルーライトをカットする設定にすることができます。オーバードライブは応答速度を高速化してくれる機能ですね。オフ、弱、中、強、ブーストってあるんですけど、ブーストにすると極端に輝度が下がるんですよね。まあ、基本的には強か中でいいんじゃないですかね。で、フリーシンクはこれデフォルトでオンになったんですけど、まあ、FPS ゲームをするならオフでいいです。普通にアクションゲームとかそういったゲームをやるぐらいならオンにしておくといいでしょう。画面の映像の破綻などを防いでくれます。で、フレームカウンターはオンにすることでこんな感じでね、今現在のモニターのリフレッシュレート設定を表示してくれます。240って書いてますね。そして、MBR。モーションブラーリダレクションは0から20までの間で設定することができます。ただ上げれば上げるほど画面の輝度が落ちるので見やすい輝度と相談って感じですね。今映してる映像は実際に MBR を入れてスローモーションで撮影した映像ですね。こんな感じでフリッカーが起きてます。これはちょっとね眼精疲労が溜まりやすいってデメリットはあるんですが、動きの激しい敵も見やすくなるので FPS ゲームをやるときに使わないのはもったいないですね。適度な値を調整してオンにすることをおすすめします。最後は実際に Apex Legends をプレイして簡単に感想。画面サイズ的には個人的には24インチの方がねプレイしやすいんですが、まあ別にね
めちゃめちゃプレイしにくいっていうほどではないですね。一回り二回りしかサイズは変わらないので、まあこのあたりは好みの問題ですね。それよりも 240Hz の滑らかさのメリットがでかい。残像感もそんなに感じなかったです。ただやっぱりリフレッシュレートが上がるほどね、今度は残像感が気になってくるものなんですよ。なので輝度は下がりますが、 MBR 要は黒挿入ですね、これをマックスにするとね、さすがに暗すぎるので10くらい入れてあげると残像感が抑えられて見やすい感じがありました。黒挿入もあって 240Hz の高リフレッシュレートで27インチが好みな人にとっては FPS 向きのゲーミングモニターとしてかなりいい選択肢なんじゃないでしょうか。コスパもデモルト高いですからね。というわけで AOC の AG271FZ2 をレビューさせていただきました。ざっくりポイントをまとめると、 240Hz でガチゲーマー向けのゲーミングモニター、27インチの大画面、 USB ハブ機能や優秀なスタンド機能を搭載、メニュー操作がスイッチでできる、付属ケーブル山盛りで接続方法選び放題、 TN パネルなので色味がちょっと白っぽいのは残念。そんな感じ。27インチで 240Hz のゲーミングモニターが3万円以下で買えたのはめちゃめちゃラッキーでしたね。あと予想以上に性能面が素晴らしくて、スタンド性能も高いし、何より USB ハブが付いてるってのはめちゃめちゃレアですね。ただやっぱり唯一残念なのは TN パネルであることですね。27インチでこれだけ機能面が充実してるなら、ゲームだけじゃなくて作業用としてもね、使いたかったので、これでねちょっと値上がりしても IPS だったらなぁと思わずにはいられませんでした。まあでもね、正直3万円以下で27インチ 240Hz のゲーミングモニターが手に入るってやばいぐらい安いので、 TN パネルだろうとこの価格なら圧倒的にお買い得です。27インチの 240Hz のゲーミングモニターを少しでも安く欲しいっていう方には12分におすすめできるゲーミングモニターでしょう。そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また僕の運営しているブログモニケンでもゲーミングモニターについての記事を公開しているので、よかったらこちらもご覧ください。また僕のサブチャンネルモニケンゲーミングではゲーム実況をしながらモニターやガジェットに関する質問を答えているので、よかったらこちらもチャンネル登録よろしくお願いいたします。モニケンで検索検索。それでは次の動画でお会いしましょう。シュー。